さあ、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回も帰ってきた名探偵ピカチュウをやっていきたいと思います。ということで、続きやっていきましょう。前回ね、竹林の記憶ですね。バンブーストリートにての、事件というか、なんというか、記憶もあって、なんかいろいろとね、ありましたけども。なんか、事件らしい事件っていうのは、まあ、あったか。ジェシカさんたちが襲われてるっていうのもあったけど、それと並行に、なんか過去話みたいなのもあって、みたいな感じでございました。ということで、今回ね、なんだっけ。もう多分真相に近づいていくんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、やっていきましょう。まず何をやっていくんだろうか。新聞まず読むか。今朝の新聞が届いてる。ピカチュウが。ピッツァどんだけ買ってきてんだ。1、2、3、4、5、5、5、5枚今日はどんな記事が載ってるんだろう。あ、卵あるね、これ。多分ラッキーの卵じゃねえかな、これ。ラッキーの卵はちゃんとふんだんに使われてるね。めちゃくちゃ多い。スクープ名探偵はピザがお好き。あれ、ピカチュウの写真だ。バンブーストリートのピザ屋でピザを食い終わって休んでるところだな。あの後、竹積みを運んだお礼にピザをごちそうになったんだよね。ピカチュウ遠慮もなしに何枚も平らげてたよね。しょうがないだろう。ゴロンダと岩を溶けたり、ゴローニャを止めたり、たくさん働いて腹が減ってたんだよ。まさか新聞に載るとは思わなかったな。いい薬になったんじゃない？食べ過ぎは良くないよ。だいぶおっさんだね。まあ、てかもうこの頃からもう分かってんのか。ピカチュウは実はお父さんっていう。いやいや、せっかくのうまいものを我慢する方が体に良くないぞ。そうやって食べ過ぎで動けなくなって僕に背負われて帰ったらどこの誰？それはその、すみませんでした。父親と分かった時点でなんか面白いよね。お手柄デカグース、強盗事件を防ぐ。バンブーストリートで強盗事件？カレー屋が狙われたらしいな。だが犯人はすぐに捕まったみたいだぞ。犯人を撃退したのは、あのデカグースか。カレーパンがよっぽど気に入ったようだったからな。また、食べられるチャンスがないかと店は見張ってたんじゃないか。それで、強盗に出くわしたんだろうよ。ご褒美にカレー屋さんからカレーパンをもらったんだって。張り込んだ甲斐があったってことだな。デカグースにしちゃ、あれだね、一石二鳥みたいなもんあるよね。カレーパンもらえるし、強盗も捕まえられるし。張り込みポケモンみたいな言ってたしな。張り込みポケモンやっぱ犯人捕まえてなんぼってとこあるだろうし。決め手は太陽光、ダンスと天気の関係。綺麗花のダンスに関する研究記事だって。あいつらが踊った時の天気を調査しているそうだ。ダンスの激しさと天気の良さには関係があるのではないか。そういった観点から研究を進めているらしい。この前綺麗花に会った時も晴れてたよね。あの動きも天気と関係があったのかな？どうだろうな。でも俺たちだって雨の日より晴れの日の方が元気が出るだろう。ダンスの激しさも案外そんなところが理由だったりしてな。まあ、気分乗らないかもね。曇りの方は。まあ、曇りが好きっていう人もいるかもしれないけども。縄張り争いから見る虫ポケモンの関係性。地域による虫ポケモンの関係を調べた研究記事だな。仲が悪い虫ポケモン同士でも、地域によっては仲良くなれるんだね。バンブーストリートで出会ったヘラクロスとクワガロンがまさにそうだな。ヘラクロスは普段同じ虫ポケモンのカイロスと仲が悪いんだが、クワガロンがいる地域では、カイロスとヘラクロスが手を組むんだ。ええ？ヘラクロスとクワガロンの喧嘩もなかなかすごかったが、もしあの場にカイロスがいたら、もっと大喧嘩になってただろうな。カイロスとヘラクロスが手を組むって何？そこはなんか三すくみになるわけじゃないんだ。止めてくれるニーフィアがいて助かったよ。穏やか寝顔が人気、福を呼ぶ置物。バンブーストリートの定番土産にニャースの置物があったんだな。ニャースの置物ってことはもしかして、陶器屋さん？よくわかったな。なんでも、昼寝中のニャースをモデルに置物作ったんだとか。それが可愛いと評判になって、飛ぶように売れてるらしいぞ。みんなニャースが好きなんだね。ニャースはそれはそれで、面白いやつだったな。ニャースでも3匹いたからな。
バンブーストリート最新グルメレポーター。おしがりすが手伝ってたカレー屋さんの紹介だね。あそこはマトマの実をふんだんに使った激辛カレーが有名だよな。ゴードン教授もマトマの実が好物だって言ってたよね。でもあの木の実ってものすごく辛いんじゃなかったっけ。昔バンブーストリートに行った時にあの店でカレーを食べたんだが、そりゃもう舌と目ん玉が飛び出るくらい辛くてうまかったぞ。あれを毎日食べてるっていうおしがりすは変わり、カラリのつわものだ。どんなに辛いの。おしがりすが甘いものを欲しがってたのも納得だよ。さあ、広がるワンパチ健康法。ちょっとお気づきの方もいらっしゃると思いますけど、私ね、ちょっと風邪をひいてて、まあ、今治りかけなんだけど、まだ鼻声というね、状況でございますけども、いや、申し訳ないと。広がるワンパチ健康法。鼻声、なんかもう、鼻つるつるの時はもう実況どころじゃなくてさ、まあ、鼻が出てくるもんだからちょっとできなかったんだけど、今はそれ治ったからね、なんとか今実況してます。何々ワンパチ健康法、どんなのなんだろう。鼻水タラーンってね、もう実況中、撮ってた時にタラーンって出てきて、これは実況じゃねえな、実況どころじゃねえなと思って、やめてたんだけど、ワンパチの電気を体に浴びさせて、肩こりを治したりするのか。あいつ結構パチパチしてるからな。何パチパチって。そういうの得意そうだ。それはよく聞きそうだけど、ちょっと痛そうだね。ワンパチ健康法はそういうのじゃないみたいだよ。ワンパチと一緒に散歩して公園を走り回るんだってさ。あの疲れ知らずのワンパチと一緒に走り回るだと。いいかテム、そういうのはただのマラソンって言うんだ。名前が何であれ運動が体にいいのは本当のことなんじゃない。今度タンティ公園で入門講座をやるみたいだよ。せっかくだしピカチュウも言ったら、俺は頭脳派なんだ、走り回るなごめんこむるぜ。名探偵の心得その12、情報は足で稼げじゃないの。ああ聞こえない聞こえないぞ。自分で言ってたもんな。名探偵ピカチュウなりきりコンテスト開催。どれだけ俺にそっくりかを競うコンテストだって。なかなかセンスのいいコンテストじゃないか。噴水広場でこんなのやってたんだね。パートナーポケモンを参加させた人がほとんどだったみたい。でも中には着ぐるみを作って自分で参加した人もいたらしいよ。俺のファンがそんなにたくさん、人気すぎて困っちまうぜ。そう言ってる割にはすごく嬉しそうな顔だけど。それで誰が優勝したんだ。飛び入り参加した野生のミミッキュだって、ピカチュウみたいな探偵帽をかぶってたらしいよ。ポケモンにまで俺の熱心なファンがいるとは。いや、愛されてるな、俺。よかったよかった。あのポケモンはどのくらい？ポケモン速さ比べ。え？すごい、ドロンチは時速200キロで飛ぶんだって。へぇ。ドラメシアを探してた時はゆっくり飛んでたんだけど、本当はそんなに速く飛べるんだ、知らなかったよ。あんまり速く飛ぶとドラメシアを見逃すからだろうな。時速200キロか。アマンダさんの車といい勝負かも。おいおい、怖いこと言うなよ。アマンダって誰だろう。今週の一冊、我が片鱗の旅、遍歴か。今週発売される本の紹介記事だって。我が遍歴の旅か。どんな本なんだろう。ネギがナイトを主人公にした歴史ファンタジーなんだって。放浪の剣士ネギがナイトが旅で繰り返す出会いと別れ、笑いあり涙ありロマンスありの冒険物語だってさ。そりゃ随分壮大なストーリーだな。竹林だったネギがないともこういう旅をしてたりして、確かにあいつはただ物じゃない風格だったな。今頃は小刀と一緒に新しい冒険のために出てるだろうよ。確かにいたな。幻のポケモンか。広がる噂、バンブーストリートの竹林に幻のポケモンだと。僕たちが竹林にいた時はそんな話聞かなかったよね。そうだな、行った時期を考えると俺たちの耳にも入りそうだが、あの幻のポケモンってやつはどんな特徴なんだ。それがはっきり姿を見た人はいないんだって。音がした草むらを覗いても穴の開いた地面があるだけだとか、後ろ向きに飛ぶ影を見た人はいるみたい。ああ、のこっちか。ねえピカチュウ、これってもしかして、もしかしなくてものこっちのことだろうな。あの学者にはのこっちのことを黙っててもらったが、どうやらすでに話は広がってるみたいだ。のこっち、静かに暮らしたいだろうに。
噂が静まるのを待つしかないだろうな。本日のクロスワード。なんかそんなことあったね。学者自分の名誉のために残っち売るんかと思ったけど、そうじゃなかったんだよな。残っちの悲しそうな目を見てね、やめたんだよ。よし、ティム、今日はお前が解いてみろ。探偵として推理力のテストだ。はいはい、じゃあ問題出してよ。いくぞ、高いところから鋭い目で監視するポケモン。これは夜のズクだね。次だ、いろいろなものに噛みついて何でも食べるポケモン。これはモノスかな。なかなかやるじゃないか。じゃあこれはどうだ。腕や頭から葉っぱが生えたとても身軽なポケモン。ジュプトル。これはダーテングじゃないね。ジュプトルだ。全問正解だとやるじゃないか、ティム。あんなにちっちゃかったティムがこんなに立派な成長するとは。父さんは嬉しいよ。はいはい、そういうのいいから。嘘泣きまでしちゃって大げさだな。いや、おもろいわ、マジで。ピザ何これ。バンブーストリートの竹炭ピザだ。いや、うまかったな。店を手伝った俺にピザをくれるなんて、あのピザ屋さん、気前がいいね。昨日の残り、まだあるんだよな。食ってから出かけるかな。そうね、今日も出かけるの？くれぐれも危ない真似だけはしないようにね。ハリーは、危険な調査を続けたから、ティビは本当に気をつけるのよ。わかってるよ、母さん。こんなに心配をかけたんだな。本当にすまない。もう少しの辛抱だ。待っててくれよ、アイリーン。あれあれ。ああ、そうか。何をやってんの、これ、かわいい。まあ、まずニュースを見るか。ポケモン有効習慣のことを特集してる。いろいろあったが今日で終わりなんだな。ああ、いや、ああ、ないな、今回は。ピカチュウ、いつもと雰囲気が違う感じ。え？どこが？なんか、老けたというか、おじさん臭くない？はあ？え？ママ、ずっとおじさんだと思ってた。名探偵、そう、名探偵って感じだよ。記憶を取り戻したせいで老け込んじまったかな。これいつ明らかなんだろうな。落ち込んじゃったの？別に気にしちゃいないさ。いや、気にしてるやん。何これ。名探偵の朝は早い。クールなピカチュウ。ソフィアがしっかりしてるのはアイリーンに似たからかな。おい、誰かいたらコーヒー入れてくれ。まあ行こうか。うん、さてそろそろ行こうか。ああそうだな。じゃあ、俺は用事があるから先に行くぜ。用事って。まあ、期待して待っててくれや。何何何。ああ、そうそう、コーヒー豆なかったろ。買っといてくれよ。オッケー、いつもの深入りだよね。ああ、え、ソフィア、お前。そうだよ、言ってること分かってたんだ。さすが俺の娘。ああ、いいから、いいから。おいおい、行ってきます。時を超えた計画、そりゃそうだよね。ティムが分かって、その娘であるソフィアが分からんわけもないもん。強制研究所、モンジャラーと、あれなんだっけ。ここが ポケモン強制研究所。うん、間違いないよ。ここで昔まんま働いていた。本当にここはユニタスの活動拠点なの？そうは聞いていたけど、確かに静かすぎるね。一応清掃員らしい人がいるみたいだけど。それにしてもピカチュウがティムのお父さんだったなんて。それにお父さんの体がここにあるかもしれないんでしょう？おそらく僕たちの推理ではね。
なんとかして見つけ出さなきゃ。ピカチュウが来るまで少し二人で調べてみようか。建物の中も気になるしね。そうね。じゃあ行こうか。ピカチュウ、なんだろうね。期待しておいてくれって。あ、なんか切れてるよ、これ。いいのこれ。こっちに行く必要はないな。清掃員に話を聞こう、了解。なんだっけ、この子。でかい。ディグダモル。ダストダス。ガラクタ食道楽。ダストアース。ダストダストはこの辺りに住んでるポケモンかな。あの清掃員さんのパートナーじゃないかな。街でもよく清掃業者の人が連れてるのを見かけるし。そうかもしれないね。ピカチュウが来たら話を聞いてみよっか。多分、このベトベタンとかと一緒で、そういうの食べるんだよね、ゴミとか。ヒネモスアンダーグラウンド。名前が長えな、おい。ヒネモスアンダーグラウンド。そういう名前なの。ディグ。あ、ディグだだ。この辺りで怪しい人見なかったかって答えてくれるわけないわね。ピカチュウが来たらまた話しかけてみよう。ピカチュウがいないことには始まんねえな、マジで。ポケモンとの会話。ポケモン共生研究所か。ママはここで働いてたんだよね。おもんじゃなモール。もちゃもちゃーん。もちゃもちゃーん。かわいい。テクテクもじゃもじゃ。もじゃ。もんじゃらだ。鶴で覆われたポケモンね。鶴を使っていろんなものに絡みつくの。詳しい話を聞くのは、ピカチュウが合流してからだね。あそこなんか入れそうな感じ。あれ？この人があれか。なんだこれ？黒い何これ？カンカンみたいなのが。すごい数のドラム缶があるね。本当だ、建物を修理した時使ったのかな？怪しいな。まあ、とりあえずこの人しかいないか、今は。すみません、少し話を聞かせてもらえませんか？なんだい、君たちは。ああ、いえ、僕たちは怪しいものでは。私たちはライム学生の大学生なんです。実はゼミの研究でこの辺りのことを調べていて、よかったらインタビューさせてもらえませんか？なるほど、真面目な学者さんなんだね。ここで人に会うことなんてないから驚いたよ。そういうことなら何でも聞いてくれて大丈夫だよ。助かったよ、レイチェル。これくらい何でもないわ。やべえ、俺だけだったら住んでたな。この施設について。ここは昔ポケモンの研究施設だったんだ。かなり大規模な研究をしていたらしいよ。R 事件が起きていない、閉鎖されてしまっているようだけど。ここはとても広い研究所なんですね。ああ、広すぎて、掃除も大変なんだよ。入り口はいくつあるんですか？入り口かい？変なことを聞くんだね。大きな入り口が3つ、小さな入り口が1つ、全部で4つだ。なるほど、かなり大きな施設なんですね。こんな大きな施設だが、人に会ったのは君たちが初めてだよ。それでさっきはあんなに驚かれたんですね。僕たちが初めてか。ここは、そんな人の出入りがない場所なのか。ここで起きた事件については何かご存知ですか？ニュースで知ってる程度だよ。2年前にここでポケモンが暴れたんだってね。R のせいで犠牲者まで出たと聞いてるよ。痛ましい事件だよね。ええ、そうですね。その事件が起きて以来ずっとここは閉鎖されてるらしいよ。ライムシティから発注を受けて受けてる仕事なんだ。今は使われていないとはいえ、放っておくのは良くないからね。あなたの他にもここで働いてる人はいるんですか？たまに交代することはあるけど、ほとんど私が担当してるから。町からかなりあるからね。みんなあまり来たがらないんだ。でもこんなにでかいと、一人で清掃っても大変だけど。まあ、ポケモンの力を借りるのかな。レイチェル、建物の中も気になるね。調べてみましょう。いいのかよ、それ。ここ？ここの小さな扉少し動くよ。本当だ、鍵が壊れてるみたいね。内側から鎖か何かで開かないようにしてあるみたいだ。じゃあ別の入り口を探そっか。ここは小さな入り口。ダメだ、鍵がかけられていて開きそうにないや。どこかに入れる場所があるといいんだけど。
建物の中か。この扉は鍵がかけられている。別の入り口を探しましょう。これで三つ目だ。だいぶあれだね、三つも近いところにあるな。で、この最後の一個ここってことか。この扉は鍵がかけられてる。ここから入るのは難しい。そうね、今調べられるのはこんなところかな。ティム、少し向こうで話さない？一度情報を整理した方がいいと思うの。うん、そうしよっか。この辺りまで来れば話を聞かれなくて済むから。清掃員さんの話だと、この辺りで人を見かけることはないみたいだね。事件からずっと閉鎖されてるようだし、実際建物には鍵がかかっていて、中に入ることは難しそうだった。ここまでは手がかりなしってことね。うん、あとはポケモンに話を聞いてみる必要があるね。これ以上調べるにはピカチュウを、来るのを待つしかないな。そうだね。遅いな。何やってるんだろう、ピカチュウ。ティムったら、お父さんのことをまだピカチュウって呼んでるの？ああ、なんか面と向かって父さんって呼ぶのは、見た目がピカチュウだからね。言われてみれば難しいかも。来たわよ。おい、お待たせ。お、ガーディーだ。おお、ヒダルマ。レントラーも。ってことはゴロンダもいるな。集結した。めっちゃかっこいいやんけ、これ。こんななんか砂漠らしいとこに。ありがとう。いんの。ピカチュウって顔が広いのね。こいつらみんな俺の射程だぜ。うわっ。なになに、どうしちゃったの？実はピカチュウがね。ティム、そんなことはいいから先を急ごうぜ。待ってよピカチュウ、ちょっと様子が変なんだ。ん、一体どうしたんだ？ピカチュウが来るまで辺りを調べていたんだけど、どうもユニタスがいそうな気配がないんだよ。でも確かに静かすぎるな。だがポケモンたちから集めた情報ではここが一番怪しいはずなんだ。何より俺の勘がここだと告げている。きっと人目につかないよううまく隠れているんだろう。隠れるってどこに？それはこれから俺たちで調べないとわからん。事前の調査を済ませてくれているみたいだからな。ポケモンたちから話を聞いてみよう。ここにいる奴らなら何か知ってるはずだ。うん、分かったよピカチュウ。二人で調査をするのね。じゃあ私はここの辺りを調べてみるわ。お願いレイチェル。ガウ？お前たちはこの辺りで待っててくれ。力が必要になったら俺たちの方から声をかける。ゴロ。よし、そうと決まれば調査開始だ。行くぞ、ティム。待って、ライトポケモンが4匹ってことは、匂いに、壊すのに、投資に、岩を運ぶだよね。で、ライドポケモン集結したのもこれもう最終章じゃん。で、ヒヒダルマ、よう来てくれたな、暑いのに。みんなを連れてきてくれたのね。ありがとう、ピカチュウ。感謝するな、ここに来てくれたあいつさんにしてやってくれ。みんなが手伝ってくれるんだから、私も頑張らないとね。来てくれてありがとう。ヒダ、ヒヒダ。友達は困ってたら助けるのは当たり前だとさ。ヒダ。本当に助かるよ、ヒヒダルマ。でも、この研究所さ、だいぶなんか砂漠らしいとこになかった。レントラーありがとう。レント。目的が一緒だっただけだ。勘違いをするな、だってよ。それでも、助かることには変わりないよ。頼りにしてるよ、レントラー。レラ。ガーディーが一番久しぶりかな。一番最初の事件だもんな。ダストダス、話を聞かせてくれ。ダース。清掃員のゴミ拾いを手伝ってるのか、真面目なんだな。ダース、ダース。おやつ集めをしていて、褒められるとは思わなかったか。そうか、お前にとっては、ゴミやおやつみたいなもんなんだな。前にあったヤブクロンと同じだね。なあ、お前はここで人間を見かけたことはないか。ああ、パートナーの清掃員以外は見かけないですね、だとさ。
やっぱりそうなんだ。あの建物の中へ入る方法はないか？ダース？建物の中には入ったことがないのか？そっか、残念だね。何でもいいんだ。何か気になることはないか？ダース、ダース。たまにここで変わったおやつを拾うか。いやいや、さすがにお前のおやつの話をされても。ダース。ん？それがお前が今日拾ったおやつなのか？食べ物の包み紙だよね。でも人が全然来ないのにこれはおかしいか？なんでこんなものが、ここには誰もいないはずなのに。ダース？たまに落ちてることがあるだと。誰も来ないはずなのに。なあ、ダストダス。これもらっていいか？代わりに別のゴミをあげるから。なあ。ありがとうよ、ダストダス。これは手がかりになりそうだぞ。誰も立ち寄らない施設に包み紙のゴミ。これは一体。ありがとう。ヤブクロン、そう、ヤビクロンはあれだ。宝石盗難事件の時にね、出会ったんだよ。ディグ。ちょっと話を聞いていいか？アンダーグラウンド。ディグ。うん。お前はここに住んでるポケモンなのか？ディグ。ここの土は掘り心地が良くて気に入ってるのか？ディグ。人間がいないから思う存分掘ることができるのもいいか。でも人間は別にお前たちを迷惑だと思ってないぞ。通ると地面がいい感じに脅されるから、農家の人たちはディグダが好きなんだ。ディグ？ああ、本当だよ。今度人間のいるところにも顔を出してみて。きっとみんな喜んでくれるよ。確かに畑とかだといいかもね。耕す感じで。ふかふかの土ができそうな。建物の情報。ディグ。ディグ。かわいいな、ディグだ。人間は見ていないそうだが気になることを言ってるな。どんなこと？夜に地面の中で眠っているとすごくうるさくなる時があるらしい。地面の中で音がするの。ディグ。気になって建物の中に入ったんだが誰もいなかったそうだ。でも地面に潜るとまた音がするらしい。誰もいないのに音だけが聞こえるなんて不思議だね。そもそもお前はどうやって、ね、建物の中に入ったんだ？ディグ。建物の床に穴を開けて入ったようだな。ディグダの穴。さすがに俺らは通れないだろう。穴を開けられるなんて意外とパワフルなんだね。しかし地面の中の音というのは気になるな。ってことは地下があんのかな。ガウ。来てくれて嬉しいよ。ガウガウ。宝石盗難事件を解決してくれたお礼がしたかったんだとさ。そんな気にしなくていいのに。でもありがとう、ガーディー。ガウ。ああ、頼りにしてるぞ。あと一匹ポケモンは？あ、ゴロンだ。ゴロン。役に立てるかわからないが、いくらでも協力するって言ってるぞ。ゴロンダが来てくれて頼もしく思ってるよ。でも、ゴロンダを呼びにわざわざバンブーストリートまで行ったの？まさか鳥ポケモンたちに頼んで呼んできてもらったんだよ。他のみんなも同じだ。ゴロ。どこにいようと俺たちのためなら駆けつけてくれるとさ。ありがとう、ゴロンダ。改めてよろしくね。仁義にって感じだね。ちょっと話を聞いていいか？モジャ。お前は普段何をしているんだ？モジャ。ひなたぼっこが平和でいいことだな。気持ちよさそうだね。もじゃもじゃ。いつも来る清掃員以外の人間は見たことがないか。ん？ちょっと待って、ツタに何か絡まってる。これはガラスの破片だな。どうしてこんなところに。もじゃ？建物の中に入った時についたものかもしれないだと？え、建物の中に入ったことあるの？おい、モンジャラ、どうやって入ったんだ？モジャ。すぐそこの目の前にある扉だったと。この小さな扉か。モジャ。少し前まで小さな扉の鍵は開いていたのか。でも今は鍵がかけられていて中には入れないって。ずっと閉鎖されていたはずなのにどうして急に鍵が。ああ、どうにも気になるな。完全に人が出入りしてるってことや。
モンジェラが言ってたのは奴の目の前にある小さな扉だったな。早速調べてみようぜ、ティム。さっき調べた時は、塞いで開かなくなっていたよね。もう一度調べてみようか。あとは清掃員だ。急にたくさんポケモンが来たね。君たちの友達かい？はい。はい、とてもいい子たちなんです。ラストダストは私のパートナーだよ。ゴミが好物でね、美味しそうに食べるんだよ。建物の入り方が中に入ったことがないね。中の掃除はされないんですか？依頼を受けているのは建物周りの掃除だけだからね。鍵も持っていないし、私も中に入ることはできないんだよ。ああ、なるほどね。外だけの清掃員か。そうだよ、建物中。もうだって一日で終わるか終わんないかだよな。人の物が落ちているなんて珍しい。誰か来ていたのかな？あんまり有益な情報を得られないな。さてさて、モンジェラが言っていたのはこの小さな扉で間違いないな。内側から鎖か何かで開かないようにしてるみたいだ。内側からかけられた鍵、どういうことなんだろう。うむ。最近まで開いていたというのが気になるな。一体誰がここの鍵を閉めたんだ。さてさて、これで調べられるところは全部調べ終わったか。どう思うピカチュウ、やっぱりユニタスはここにいるのかな。結論から言えば、奴らがここを拠点にしている可能性は高いと思う。理由は3つだ。1つ目は建物の中から音がするディグダの話。2つ目はモンジャラの言っていた内側から閉じられているという扉。そして3つ目はダストダスが拾った食べ物の包み紙だ。この3つはどれもユニタスの存在を指し示す理由としては弱い。でも3つの情報すべてがここに人間がいることを示してる。その通りだ。そしてこれだけの情報が偶然集まったとも考えにくい。やっぱり中を調べる必要がありそうだね。ディグダの穴の感じがなんかポケモンスリープ味感じるんだよな。そうなるといよいよ次に考えるべきはどうやって中に入るかだな。建物は全て施錠されているもんね。正面から入るのは無理だ。別の手を考えないと。何かいい案はないだろうか。建物は施錠されてされていて入ることができない。なんとか建物に入る方法はないだろうか。あ、ガーディの匂い。建物の中に入るのはいい方法を思いついたのか。入るのにいい方法。建物に通じる穴を探す。ディグダは建物の中に入ったことがあるらしい。建物の中へと通ずる穴がどこかにあるかもしれない。小さな扉から入れるのではないか。モンジェラは目の前の小さな扉から建物の中に入ったことがあるそうだ。そこから入れるかもしれない。誰かが出入りしている場所を探す。新しいゴミが落ちているということは、誰かが出入りしている場所があるはず。ポケモン力を借りれば探せるかもしれない。これかな？よし。ラストダスが持っていた食べ物の包み紙。あれは最近落ちたものだと思うんだ。確かにこの建物は定期的に清掃されてるって話だ。なのにゴミがあったってことは、落ちたのは最近だろうな。でも清掃員さんは人に会ったのは初めてだと言っていたから、どこからか飛んできたのかもしれない。この近くには他に家や施設はないはずだぞ。だとしたら、この研究所の中から飛んできた。うむく、その可能性はあるな。なら、これについた匂いをたどれば入り口がわかるんじゃないかな。比較的新しいものだしな。匂いもまだ消えてないはずだ。やってみてもいいかもしれないな。やってみる価値ありますぜ。匂いを追うんだったらガーディの出番だね。ああ、来てもらって正解だったな。よし、ガーディに頼みに行こう。やっぱあのライドポケモン適材適所ってのあるんだよ。この場所で必ず全ての謎が解けるはずだ。最近近いところが見にくいんだ。これはなんか見たような気がするな。老眼ガーディー。違う？ガーディー、早速お前に頼みたいことがあるんだ。この包み紙の匂いを追ってもらいたいんだが、お安い御用と言ってるぞ。始めちまって問題ないよな、ティム。はい、
うん、お願いピカチュウガーディ。よし、またお前みたいに頼むぜガーディ。が。おう。うわ、久々のガーディライト。ボンジャラの近くの小さな扉あたりから匂いを追ってくれないか。わかったよ。久々に。これ可愛いんだよな。これが一番可愛いな、確かにな。お前の花、頼りにしてるぞ。任せといて。あたしもちゃんとできるってところを見せちゃうから。あ、ごめん、まただガーディ。あ、どうしたの、こんな大事な時に。揺られすぎて肌の調子が。だからここではやめてよ。ガーディよ、こんなところまでよく来てくれたな。あなたは私の名誉を挽回してくれたから。気に難いやつだぜ。お前の花、頼りにしてるぞ。こう見えてガーディは女の子なんだよね。かわいい。このここの土ってほ掘り心地が最高なんだ。なるほど、土にもいろいろあるんだな。へえへえへえ。ごちそう落ちてないかな。何か見つけたら教えてやるよ。みんなに話してみよっか。匂いをたどれるっていうのもなかなか便利なものだな。私も少しは役に立つでしょう。少しどころか十分頼りにさせてもらってるよ。匂いを追うのはマカスタさん。僕はいつ力を貸せばいい？まあ待っててくれ、すぐ必要になるだろうからな。僕の力が必要になったらいつでも言って。匂いを追ってくれてるの？頑張ってね、二人とも。頑張るわ。ああ、任せておけ。この可愛い姿をみんなに見せてやるぜ。清掃員のおじさんにもな。見るんだよ、これを。ガーディに乗るピカチュウは初めて見たよ。かっこいいね。おおおお、ありがとうよ。かっこいいって言われた。正面から入れるんなら話は早いんだから。無茶をするわけにはいかないだろう。僕は地道に行くとしよう。久々に匂いを追うか。さっきのガラスずっとツタに絡まってたのかな。のんきなやつだぜ。匂い、おお、匂いはする。こっからだからこっちに辿っていきゃいいのか。もう匂いめっちゃ嗅いでる。おー、行ってる行ってる行ってる。こっから？まあ、匂いが動くわけないんだから確実に人はいるってことだもんな。いやー、証拠、いろいろな証拠を残しまくってる、これ。あれ？ドラム缶の奥に？こっちに繋がってんのか？あれで匂いが急に消えちゃった。消えた？消えちゃったっていうか、この先に続いてるみたいなんだ。このドラム缶の向こうってことか。こいつを何とかしないと先には進めそうにないな。一度ティムたちを呼んでくるか。うん、ピカチュウが言うには、匂いはこの先に続いてるらしい。でも、これじゃ調べるのは無理ね。このかつのドラム缶をどけていたら日が暮れちゃうね。うむ、やむをえん。ドラム缶を潰して進むか。そんな無茶な。荒っぽいのは承知だが、ここで時間を取られるわけにはいかない。幸い中は空っぽのようだし、あいつさんに頼めばできるだろう。ピカチュウって昔から、そんな強引を調査してたの？時と場合によるな。真実に近づくために最短距離を走るのが名探偵ってもんだ。さて、どいつに頼めばいいかな？力任せ。あ、みんな集結してるやん。ありがて。まあ、力仕事はもうひひだるまか。はい、ということで、ちょっと今回はね、ここまでにしたいなというふうに思います。いよいよね、まあ、真相に近づいてきてんのかなというふうに思うんですけども、こうやってなんかライドポケモンたちが、まあ、ライドポケモンというか、まあ、そのね、事件に活躍してくれたポケモンたちがこう勢ぞろいするのは、なんかエモい感じはあるな。ヒット。久しぶりに聞いたわ。
このひひだるま、いいひひだるまだからな。はい、ということで今回はここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。よっしゃ。